あら。あらあらあら。ねえ、ちょっとそこの猫。ちょうどいいところに通りかかったわね。あなたにちょっと頼みたいことがあるのよ。何ですか？お金は貸しませんよ。そんな面倒そうな顔しないでちょうだい。ほら、見ての通り、私の足、なくなっちゃってるでしょ？探しに行きたいんだけど、どうにも動きづらくてね。だから、一緒に連れて行ってほしいの。足が見つかるまででいいし、館になかったら諦めるわ。お願い。女子なの？このウサギは。ん？私、渾身のぶりっこも聞かないなんて。あんたやるわね。でも連れて行ってもらうわよ。なんだって、ここの部屋の鍵は私が持っているんですからね。脅しだ。勝てると思ってるのか、猫相手に。ウサギが、フェルト人形と行動を共にすることになった。あ、そっか。黒猫って無口なのか。なんか返事しないなと思ったら。フェルト人形。まあ、いっか。回復薬今んとこ使ってないな。ダメージ食らうことないもんね、今。中で何か動いてる。開けるのはやめた方が良さそうだ。何？何か動いてる。古いおもちゃが並んでいる。ここら辺のさ、クマのさ、足と交換してもらえよ。適当。うん。ねえ、そこら辺のクマの足ちぎってさ、ブチって。はい、あった、つって。ダメなんですか？それじゃあ。それじゃダメなんですか？大体同じでは？エースに上ポンいらっしゃい。お疲れ。子供用の絵本が無造作に並んでいると。子供用の絵本。ここには誰が住んでたんだ？家族で住んでたのかな？大富豪が。気になるものはない。何もないですね。ん？この部屋の鍵持ってるって、この部屋も出ていいんすか？時計止まっている。じゃ、出ますか？あ、鍵開けた。この先にあるのか。広いなぁ。お。綺麗な風景の絵が飾られている。風景の絵。こっちは？綺麗な絵の花が飾られて、花の絵が飾られている。絵の花って。花風景。綺麗な魚の絵が飾られている。綺麗な花。花2枚目。人物の絵が飾られている。綺麗な。綺麗な魚の絵。覚え芸かな？あいつかいらっしゃい。久しぶりに来た。風景の絵。人物の絵。寿司かな？あ、美味しそうなケーキの絵が飾られている。右上のってマグロじゃないんですか？マグロいっちゃう！あ、イチゴかあれ。マグロじゃないのか。綺麗な花の絵が飾られている。てっきりね、マグロにハマチに、あとあれかな、卵かと思った。お腹空いてんのかな、俺。寿司に見えた。お腹空いた。ファミチキください。時計は3時で止まっている。3時で。火がついていて暖かい。消すか。鏡は曇っている。舐めよう。本は固定されていて動かない。あ、これは鏡合わせの部屋では？ティーセット固定されている。これいけるな。気になるものはない。こっちは動かないのか。みっこいらっしゃい。お久しぶり。オッケー。ティーセット固定されている。オッケー、本を閉じて曇っている。暖炉の火は消えている。つけたいな。ランプで火を灯せないか。時計の針は、これ3時だから9時なのかな。これ9時じゃないか。ねえ。3時でいいのかな。全く同じ。でもあれだよね。ティーポットのさ、位置は同じだから、3時でいいのかな。ねえ、これは同じだよね。これも、中身は一緒じゃないですか。グラフィックはね。それでいいのかな。マッチを見つけた。あ、火つけれる。時計はどうなんだろう。時計も3時でいいのかな。そこら辺は突っ込んじゃいけないところなのかな。火をつけた。ん？いけた？これでいいのかな。初見です、いらっしゃい。まあ、行こうか。鍵かかってる。やっぱ3時か。3時。おお！びっくりした。3階になった？オッケー！ 3 時でよかった。オッケーオッケー。まんま映すんですね。まんま。なんだ？はぁ、あ。なんかいるよ。黒ずくめの怪しい奴ら。あいつら痛いことしてくる嫌な奴よ。気をつけて通って。いや、そんなバカな初対面の人間にさ、いて。うわぁ。うわぁ。まあいいや。回復アイテム持ってるし。本当に。礼儀がなってない、礼儀が。
初対面の相手に。うわぁ、セーブ。じゃないか。一番多かったのはどれ？答え、待って。これはケーキは1個しかなかった。魚の絵と、どっちだ？花か魚。どっちだっけな？どれが一番多かった？俺、魚っぽいんだけど。魚か花だな。どっちだ？魚、花。魚、俺の勘では多分3枚。花が3枚か4枚な気がするんだよな。花かな？ちょ、花でいこうか。花4枚、魚3枚、風景3枚ぐらいじゃない？そんな感じじゃなかったかな？はい。間違えてみる？魚の絵。もう一度見ておいで。優しいんだよな、この館。あー、くそ！知ってるって、見てるって。優しいと思ったら結構スパルタだったよ。見てきた。なんですかー、見てあって。違うんだって、間違えようっていう作戦だったんだ。タツオいらっしゃい。はい。すいません。花の絵でした。ほら、もうレバー最初から出しなさいよ。ほら。もう。すごいね。ちゃんと判定してるんだね。ズルは許さないと。すごいな。システムすごいな。で、結局見なかったけど、俺。ごめんなさい、ズルして。左だ！くそー。ダメだった。この館広いな。家賃高そう。ここの客室にいる住人たちはみんなとっても忘れん坊。忘れ物を届けたらきっといいことが待ってるよ。じゃあちょっと戻らなきゃいけないのかな。なんか忘れ物が、さっきのあれだよね。ティータイムしてた人たちだよね。忘れ物って。たくさん並んでいる。俺みたいに総当たりする人がいるから。バカな。この部屋の住人は、二人とも紅茶が好き。この部屋に二人住んでるのか？ベッド二つあるし。イヤリングが落ちている。私の主人は左側に座っています。主人左側、化粧台がある。忘れたな、俺。住人同士はなんか隣り合わせて座っているみたいな。スカーフが落ちている。私の主人は右側に座っています。なるほどね。紅茶が置いてあるテーブルの左側にイヤリング。住人同士は向かい合わせて座ってるっていう文章があったと思うんで、だから紅茶、でも左側に紅茶2つぐらいあった気がするな。気のせいかな。あの赤い瓶みたいなやつが多分紅茶だよな。この部屋の住人は、一人はワインが、もう一人はビールが好き。だからビールとワインが、隣り合わせのところか。上下で。だから、上下に夫婦が座って、向かい側に住人が座ってるはずなんで、勘でね。間違ったらまた総当たりでしょう。僕は覚えてるぞ。瓶が、あ、そうか。赤い瓶がワインかな、じゃあ。この部屋の住人は、一人は紅茶が、もう一人はワインが好き。紅茶にワイン。この部屋の住人は紅茶かワイン。カフスが置いてる。カフスってなんだっけ？食べ物だっけ？私の主人は右側に座っているカフス。カフスを右側に、イヤリング左側、スカーフ右側。いやー、ダメだ、忘れそうだ。忘れそうっすわ。ボタンみたいなやつ。ボタンにつけるやつ。スーツのボタン？スーツ、じゃあスーツボタンつけずに行ったんすか？ラフなスタイルで。ヤンキーみたいな。なるほど。カフスが全然出てこない。頭に。ピンと出てこない。ん？あー、びっくりした。何かと思った。袖のボタンの代わりにつけるやつ。タイピン的なやつなのか。あ、ここじゃないじゃん。どこだっけ？ちょっと戻んなきゃだな。こっちだよね。OK。でですよ。これワインか。で、これ紅茶か。セーブと。紅茶、左にイヤリング。はい。あら、私のだ、ありがとう。いいえ。OK。もう渡したよね。
オッケーオッケー。で、紅茶とビールが好き。で、右側に、違う。カフス。おい、私のだね、ありがとう。これあれじゃねえか。な、総当たりできるんじゃねえか。ここに使う。はい。それは私の、あ、はい。あなたですか？はい。おい、私のだね、ありがとう。やった！総当たりできるんだ、これ。これあれじゃない？一人一人にさ、はいはいはいってやったら全部いけるよね、これ。よかった、優しい。すごいぞ、これ。なんだ、全員に、ねえ、3回ずつ、はいはいはいって言っとけば、誰かしらが受け取ってくれる算段じゃないか。すごいぞ、ゆとりに優しいぞ。俺、ゆとり世代なんで、優しい、優しい。怖い、怖い、怖い、怖い。で、上の左がいけるようになってると。すごいぞ、甘やかされてる。あれや？え？あれ？今、カチャッと落としたよね。え、鍵取り忘れた？鍵あった？やべ、見てなかった。行ってくる。ジンタンの YouTube のイメージ画像かっこよくなってた。でしょ？あれ、リスナーのシュイノが書いてくれました。すごい、どんどん、どんどん、あの、現実と離れていく。あ、これか。サイフローカの鍵。ごめん、見てなかった、全然。カチャってなんか、扉の音かと思ったら、鍵が落ちた音だったんだな。地面にポトンと。なるほど。すまない。想像力が貧困ですまない。これでも館広いな。館広いの。すごい。これ何億で建てれるんだろうな、これ。あ、え？なんかいるよ。え？黒？え？魔法使い？どうしてこんなところにいるんですか？留守番を頼んだはずですか？え？15日。15日。え、もうそんなに立てるんですか？参りましたね。実はこの館、今暴走中でして、仕事は終わったんですが、なかなか出られないんですよ。透明人間なのかな？それとも首だけがないだけ？でも腕もないよな、グラフィック的に。それにしても15日とは、どうやら外の中では時間差があるようですね。お腹すいた。あまりいい場所ではないので、あなたには家に戻ってほしいのですが、合流できたのなら一緒に行動した方が良さそうですね。黒あれだよ。普通に出れたよ。俺が連れてってやろうか。普通に出れたからな、私は。ところでその人形は何ですか？私のことかしら。猫に頼んで足を探してもらってるのよ。足ですか？持ってる？すいません、私は見てないですね。一緒に探しましょう。あ、仲間になった。魔法使いと行動を共にすることになった。なんかあれだね、魔法使い探しに来たのに、早速合流できちゃったな。あれ？魔法使いを見つけて、あ、ハッピーエンドじゃないんだね。てか、あの魔法使いは、あれでデフォルトなんですか？誰も首、なんか血ついてますね。首がないことに、ね、誰も突っ込まなかったけど、あ、いるわ。いるわ。これデフォなの？出かける前もこれだったの？ちょっと待って、気になる。この部屋は入らない方がいいと思いますよ。入る！遮るな、俺の、あれを。あ、このゲームそういえばね、エンディング分岐するらしいんで、これで分岐するのかな？入っちゃった。やべえ。入っちゃったよ。セーブ置いとかないと。猟奇的な小説がたくさん置いてある。エンディング分岐するらしいんだよな。時計止まっている。暖炉冷えた。鏡割れてる。びっくりした。ごめん。このゲーム初めての脅かしじゃないか。今までホロエ要素はなかったからな。ごめん、油断してた。めっちゃ油断してた。今までホラー要素なかったから、すげえびっくりした。ごめんなさい。ごめんなさい。すまない。超油断しました。あれ、でもなんもないですよ。でもほら、ね。鏡割れただけっすよ。すげえ、いきなり来たな、ホラー的な。え、これって入るたびに、あ、言われないか。え、これ入ったらエンディング分岐する。へいへいらじゃい。なんだ、閉じた目、開いた目。え？開いた目。なにこれ？なにこれ？開いた目。え？閉じた目。え？なにこれ？適当に言ってるけど大丈夫なのこれ。
閉じた目。でも同じとこにはき、ありゃあ、さっき真ん中入ったよね。でこっち閉じた目、開いた目、閉じた目、ない部屋もあるんだよな。目が同じルートに来てる気がする。あれ、ちょ待って、まっすぐ行くじゃん。あ、でも分岐ってなかったよな。あったか、さっき左行ったから右か。これでいいんじゃないか。あ、行けた行けた。簡単だな、おい。待って簡単だったな。え、2回で行けたじゃん、正解のルート。なんだなんだ、まばたきした今。嘘、目まばたきした、見てなかった全然。やまやめてよ、急に来たな、急にぶっこんできたか。やめてくれよ、油断してんだから俺。油断してんだからよ。これでいいのか。なんだこれ、逃げたりすんのかな。お、やったやった。おやおやおや、広い広いっす。あ、なんもない、行き止まりですね。行き止まりだよ。足ないよ、足。仕方がありません、別の道を探しましょうか。おっと、おー、死神だ。あれはちょっと厄介なものに見つかりましたね。鎌持ってる。あ、大丈夫ですよ、私が何とかしましょう。やれる、やれんのか。喋ってる。あ、強いそれにしてもおかしいですね、普段は私の顔を見ればあちらから逃げるというのに。顔ないじゃん、ツッコミ待ちか、自虐ネタみたいな。顔ないよ。え、ん、ん、気づいてない。本当だ先言えよ、どこで落としてきちゃったんでしょう。あの顔気に入ってたんですけどね。あの顔、仕方がありません、諦めましょう。出口を探すうちに見つかるかもしれませんしね。楽観的だな。さあ行きましょう。え、何この魔法使いは、アンパンマン的なあれなのか。顔を交換できるタイプの人なの。魔法の衝撃で穴が開いている。下に降りられそうだ。これ降りたら戻れそうね。戻る、はい、戻った。どこ、ここ鍵かかってる。え、どこなのここ。取り外し可能なのか、顔が。え、戻れるってか先進んでない。戻るっていうから元の場所に戻るのか。待って、どうしよう、セーブここにしていこうか。あ、戻れなそうって言われたのか、ごめん文章読んでなかったわ。戻れそうに見えた俺。カラオケ置いてある。カラオケ手に入れた、やった。水汲みます、はい。井戸水手に入れた。黒い水の池がある。一度汲めるのは一つの水までだ。え、井戸水汲んじゃった。大きな花咲いてる。元気なさそうだ。桶の水、待って待って、白い花は綺麗なものが好き、赤い花は腹黒く、黄色い花は情熱的。待って、白は井戸の水、赤は黒い水、黄色い花はこれか、マグマか。で、ひときわ大きい花は平凡を好む。平凡って井戸水？純粋な水じゃないから、これでいいのかな。大きな花に、はい。あ、花が少し元気になったように見える。 OK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 。 で、この黒い水を OK、 黒い水を入れる。アイテムの説明欄見るべきだったな、先に。 OKOK、 でも合ってる合ってる、少し綺麗に。多分純粋な水とかあるんでしょ、純粋が。ほら、水の綺麗な池がある。組みます、はい。澄んだ水ね、ほら一目瞭然なんですよ、このゲームは優しい。で、開けると、で、あれ完璧マグマだよな。マイクラ的な演出があるんだが、煮えたぎった池がある。煮えたぎった池、池っていうのか、煮えてるものを池というのかな。それは温泉というんじゃないか、温泉ではないか、お湯。桶溶けそうだよな、この赤。はい、元気になったように見える。オーケー、使用人通路の鍵、やった。戻ればいいの、使用人通路の鍵で戻れば OK かな。 OK、 鍵開けた
面白そう。第一印象は面白そうだが、あ、やばい、セーブ場所を分けてたのに、同じ場所にセーブしなきゃいけないのに、まあいいか。一番左を選ぶぜ俺は。はい、乗る。どうなる？楽しい。あ、もう失敗が決まった。待って、左下行けねえじゃんあれ。ん？網棚だから行けるのか。僕は死ぬんですか。僕は死ぬんですか。おお、死ななかった。ってことはどうだ、ここが正解か。いや、多分これっぽいな。これじゃない。生きてた生きてた。夢落ち夢落ち。初見さんいらっしゃい。このゲームはね、ビホラーゲームだと思うよ。ああ、おお、そうか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 。待て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 。こう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 。ここじゃないか。だから行ったのにみんなここだって。こうじゃないか。逆算しとけばよかったわ。普通に1回目で覚えとけって話だよな。あ、あ、なるほどなるほど。あ、なるほど。はい。1回目は、体力が残ってたからだ。そう。このね、黒猫はね、3回ダメージをね、食らえるんですよ。で、1回敵にぶつかって、で、2回目でさっき落ちて、で、3回目で全てを失ったんでしょ。そういうことか。てっきり夢落ちて済むのかと思ってた。ごめん。3回食らったからか。まあ、最悪ね、回復アイテム持ってるんで、余裕でしょ。なんだよ。でもさ、このレール的にさ、普通こう行くと思うんだけど、どう思いますかこれみんな。ああ、行きそうじゃない？あっ、